まあ、ソフトバンクの役割もですね、竹芝プロジェクト、まあ、テクノロジーの面で、ご支援していきたいというふうに思っておりますが、目的はやはりここに働かれる方、住まわれる方、そこにどんなサービスを提供できるかというところが我々の一番重要なポイントだと思っています。まあ、午前中もですね、データの話がいろいろ出ました。データの活用の意義って何でしょう。突然雨が降ってくる、お昼飲食店が混雑している、あと乗り物が急遽、まあ、今朝のように遅延してしまった、まあ、そんなようなこともですね、事前に情報があれば回避できます。このリアルの情報をつなぎ合わせていくという仕掛けをこの街に作り上げていきたいというふうに思っています。今必要な情報をそれぞれの競争のパートナー様に提供していく、そしてそこに働かれる方、住まわれる方、そして働いてそれをオペレーションされている方、そういうところにそういう情報を提供していってサービスを作り上げるということであります。もうちょっと細かく書いてみます。データはどんどん集めていきます。センサーだったりいろんな情報が我々集める、まあ、先ほどのプラットフォームで集めていきます。そしてそれを支える事業者の皆様にそれを提供していって、そしてエンドユーザーに渡す仕組み、これをこの街でぜひ実現していきたいと、そういうふうに思っております。ちょっと事例を申し上げます。例えば交通、駅前に、駅に到着する前にですね、もしか電車が遅延していたならば帰宅の方法も変わったかもしれません。それを事前にエンドユーザーさんに情報を伝える仕組みだったり、お昼に食事に行こうと思って行ってみたら実はそこが混んでる状況で、また列の後ろに並ばなきゃいけなかった、でもそれが早めに分かっていればそれも回避できます。例えば社員がしか入れないようなところにですね、そうじゃない第三者が入っていたときに、それが警備の方にパッと連絡が行って一番近い人がそこに行ける、そんな仕組みがあれば、いちいちそれを連絡する、それで一番の総合管理所に行って、それでまた係の人に連絡するという手間がなくなる、まあ、そんなようなことをですね、全てなくす、リアルタイムに情報を伝達する仕組み、先ほどご覧いただきましたソフトバンクのプラットフォームであります。そこに一番上にアプリ開発基盤と書いてバンティックという会社と我々タイアップしました。おとといプレス発表もしました。これはですね、世界の中でリアルタイムに情報をやり取りする、そんな仕掛けができる唯一の会社であります。いちいちプログラムを組んだりそんなことも必要ありません。今日その CEO が来ています。マリン、我々タイアップしてこのリアルタイムのサービスを提供していきますので、ぜひこの後詳細に説明しますから、皆さんぜひでもそんなようなことがやりたいという企業の皆さんもあったらお伝えください。どんな事例か、これはオフィスだけではないんですが、例えば商業施設のところがあるパーセンテージを超えてそろそろ満員になるぞということがデータで出るとするならば、例えばインフラでもですね、水位が5センチ上がったぞ、あと土砂が流出したぞ、電車が3分遅れるぞ、そんなことがリアルに情報として我々のスマートフォンにリアルタイムで情報が来るならば、いろんなアクションが取れます。この次世代 IoT バンティークの動画をちょっと作りましたのでご覧ください。
は AI を使って何ができるか、それは予測であると、そういう講演をしました。まさにこういった予測ができる、そしてリアルタイムに情報を出す。我々はまあ今取りに行ってます。自分で取りに行って情報を取ってる。それが意識しなくてもこのバンティックの仕掛けでこういう時にはこういう情報をくれというコードを入れておくだけで、まあ我々のアプリにそれの情報が来るという仕掛けであります。また複数のデータ、例えば今出ましたけども交通アプリの話出ました。もう一つ事例言いましょう。ここに劇団四季の方が施設ができます。そして劇団四季の公演内容が実はもうオープンになってるんですね。オープンになった段階でこの公演だと女性のお客さんが多いなというようなことも実は情報として取られる。そうするとそれが公演が終わった時間帯にその女性向きのデータを訴求を広告を流すこともできるし、そこの女性向きのレストランがその情報をスマートフォンに送ることもできる。こういった複合的な情報を合わせてユーザーさんに提供していくことができる。こんなようなことがこの仕組みでリアルの情報で提供することができます。もうこれもですね、全部プログラムして一つ一つ SE が作ってなんていう時代はもう時代遅れです。それを簡単に並び替えてルールを決めることだけやればいい。そのルールを決めることだけでできる。そんなようなことが我々この仕組みでできる。でもこれは何ですか。このサービスを提供する意義は何か。今岡田副社長がおっしゃってました。この竹芝で過ごす人々に価値のある情報を提供して満足して笑って働け、笑って生活できる。そのためにこういった情報は提供されていくということであります。監視する、そんなようなことのために情報があるのではなくて、やはりそこに住む方、働く方のために情報は提供されていくべきであるということであります。その世界をソフトバンクはこのインフラ作りにかけていきたいと思っております。皆様とご一緒にそれを作り上げていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。本日はありがとうございました。